連合。ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。だが周りの幻影たちが厄介だ。打ち取った。このままではオーディンに近づけん。道は開かれた。みんな私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。ある力を示すやな。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃね。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち脅威たちを援護するぞ。一歩も動くな。うひゃー、幻影どもがうようよしとれ。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がいい。そして倒すには腕輪の力が欠かせない。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルの元へ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さぬ先には進めんぞ。しかしそれは術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。神明を落とし敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち道を開くのだ。ますます歪みが広がっている。リゾネ、探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探したるわ。術者は一人ではないか。全て撃たねば結界は解けんな。見事、その戦ぶり英雄と呼ぶにふさわしいぞ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。さすがです。あなたならばと思っておりました。負けられぬ。結界が消えた。超支流行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。力を示す。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。超支流となんていいんだ。とどめだ。貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直わからないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。ならば奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。バカ、この私。